こちょ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 。こんにちは。こんにちは。どうも、ショータイムゴルフです。今日はですね、千葉県市原市にある八幡カントリークラブにやってきました。今日回る人は、じゃーん、和也です。はい。高校から一緒にやってきて初めて2人でランドする。2人ってあんまないもんね。ないね。まず高校の時は俺翔太のと避けてたから、うますぎてちょっと避けてたから。俺も避けてたわ。イケメンすぎてちっちゃすぎて避けてたからてか見えなかったから、ちっちゃすぎて身長高すぎてちょっとね見えなかった。そんな感じで、まあノープランなんですけど、ノープランだね。2人でラウンドしていこうと思うのでエンジョイゴルフです。今日はエンジョイ。お願いします。フェード狙いで、うん、一番右の木からフェードで左側の。バンカーあっちは隣のホールですか。まあなんとかなりましょう。いや、やばいっすね。副支配人にあの直々にティーショットを見てもらったのでめちゃめちゃ緊張してビビった。これやったお前。まあこっからですね。本日は八幡カントリークラブからお送りしています。初めてのコースです。何ヤード？180ヤードくらい。180。6番。はい、6番で。ピンはね、ピンはこの白いちょっと見えるところですね。いい当たりだけど。左入る。うん。翔太のセカンドショットです。残り173ヤードで。ピンがこの位置で、翔太はここです。どうぞ。いや、見えない。木の中。ロストボール。120ぐらい。そうっすね、残り120、打ち下ろし。ピッチングでちょっとでかいかもしれないけど、押さえて。うん。結構つかね。40ヤード。60度で。だいぶ結果オーライじゃない。ストップが、まあまあだってなあなあなあ今日はな今日はレイヤー初ラウンドだから俺は。あ、そうなの。うん、俺もだわ。今日はレイヤー初ラウンドだから何かを残していきたいんだよ。何かを。72なそうだ。まあ70代は硬いね。硬い、今日は。うん、硬い。楽しみだわ。うん、絶対70代は出す。絶対にね。翔太は？俺も70代出すわ。あ、そういう感じ。うん、オッケー。じゃあどっちが質のいい70代出るか勝負で。質がいいね。うん、結果でしょ。だってゴルフは。いや、まああるじゃん、いろいろと。ちょっとなんか受け出し合ってだってるよね俺ら。ちょっとどういうこと。ちょっとなんかなんでだろうな、練習してないからかな。あ、それある。ちょっとなんかそわそわしてるよね。すげえそわそわしてる。
まあ、このホールが終われば落ち着くでしょう。上りスライスでしたけど、グリーンは9フィートって書いてありました。まあまあね。さあ勝谷選手、最初はね上りスライスだね。ちょっとねしっかり打てれば。OK、はい、ナイスボギー。俺はダボパットですね。いきなりやっちゃったなこれ。ショータイムゴルフダボパット、ロストボールが痛かったっすね。取り、くそ、いや負けるわ今日マジで。ボギーっしょ。ボギー、どうしよう。いやボギーもそんな良くないけどね。ゴールデンウィークどう、どうした。いや別にどうもしねえ。あんま変わんないもん、ゴールデンウィークも普通の日も。まあニートだもんな。ニートですからね。とっちゃんは。俺はもう本当にずっと仕事。あそうか。すげえ忙しかったゴールデンウィーク。いっぱいお客さん来た。ショータイムゴルフ の視聴者の方本当めっちゃ来ましたよ。いやありがたいね。それは大阪、名古屋、栃木。マジ？うん。水曜のためにそれとも横浜に寄ったついでにみたいな。いや勝也くんに会いに横浜に来ましたって。ああマジで。うん。じゃああの上やっぱりこう、うん、そうそうそう、まあ右も広いけど。右も広いけど、どっちで攻めんの。ドロー。ドローで。あーやべ、お願いします。入ろうか。どこ行った。カート道路だね。フックじゃん。球打ててないんだよ。いやここ出したいな。70台振るね。肩も大丈夫。全然大丈夫じゃない。なんでそんな振るの。うん、ナイスショット。ズーム忘れてた。フェアウェイ右サイド、いいとこです。しっかりして。久しぶりじゃん。確かに。すげえ撮影久しぶりだ俺。腰がやぶりじゃね。うん、2ヶ月くらいだよね。そうだ、3月後半だから。そう、俺のヘッドカバーな。こういうことすんだって。こういうことすんなよ。だからなんかそわそわしてたんだよ。あ、そういうこと。うんうんうん、コースとかじゃなかったわ。撮影が2ヶ月ぶりでそわそわしてんの。そういうことね。うん、アマチュアゴルファー選手権連覧とか一人で行って、まあそれでなんかお金がないみたいな。そう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 、でお金がなくなって。でちょっと撮影 NG を出してたわけですよ。ショータイムゴルフに出されたね。やべえ今月 NG だ。やべえ今月もう無理だっつって。あれこの辺にあった。お金がねえっつって。さあ勝谷選手のボールはここですね。これむずいね。まあでも出すだけなら簡単。ピンは出すだけよ。よし、じゃあカーパスの方向に。はい、220ヤードぐらい。これでかいかな。どうだろう、行ってみよう。大丈夫じゃん。ティーショット300ヤードくらいだね。上げてるんで。上げてます。7番でピンは林の向こうなんで。林の上ですね。ちょっと左から、左からフェードで、まっすぐ、まっすぐですけど。まあいいでしょう。まあまあまあ、左に逃げます。うわー狙えねえ。狙えないねこれは。完全に左のピンこっちなんでね。ちょっとフェアウェイ狙いで。狙えないですね。ちょっと今緩みすぎでしょう。1年に 2,3 回あるんですよね。
ゴルフの感覚すべてなくなる日それは今日全エネルギーをしばらく仕事に注入しすぎて、うん、ゴルフの感覚がゼロになった。60度、2ホップくらい、40ヤードくらいかな、バンカー越え。すごいけど、まあいいんじゃないでしょうか。心が休まるわ、ゴルフ場。本当、うん、シティーボーイだからさ俺シティーボーイだから心が休まる。浜っ子だから。翔太の3打目、これめっちゃむずいよ。ここぞという難しいところに来たね。1、2、3番、ちょっと弱そう。はーい、まあでもいいっすよ、いいっすよまあまあなバーディーパット残しました。やっぱね、パー5でバーディーパットを残すっていうね。まだ俺ショータイムゴルフで70台出してないから絶対出すよ。よっしゃ、ショータバーディーパットすら、うん、OK。 パーパット 2m ぐらいの上りスライス。ナイスパー絶対今ナイスシューンっていくと思ったけど入ったわ。超切れたね最後。危ねえ危ねえ、ナイス。いやマジ負けるわ。いや勝つよすごい。帽子を忘れたっけ。怒られるよ。ええ、あそうだ、すいませんね。あそうだ、帽子かぶれ。あそうだ今日は本当にあの忘れてしまったんです。謝罪した方がいいよ。勘弁してくださいいやマジででもさ、俺さ今日着くの早かったよね。めちゃ早かった。9時集合だったんですけど8時に着いたんですよ。成長したなと思った、うん、けど忘れ物するっていうねいや翔太さ、本当にさ、本当遅刻 NG って言ったらさ、ツイッターでさ遅刻 NG みたいですがさ書くからさ意味ねえだろそれっつってツイッター見てんの。ツイッターたまに見る。見てないと思ったのか。いやふざけんなよ遅刻 NG っつったらな、そのもう勝也が NG って言ってるから NG ですみたいな感じじゃなくてさーっと NG にすんの。OB はないんだね、あんま。OB ないね、林だね。林がいいね。旗あった、旗これ。バランといきますよ。いやーあかんわフォッフォッ、超左、こっち方面。ナイスショー。もう当たってないけど、まあまっすぐ木に当たったね。木に当たった右。いや、あの真ん中の、うん、オッケー。勝田選手カツラカブ左の林から出すだけですね。狙えません、ピンには。ナイス。91ヤード。サンドウェッジで。いやーこれライン出てるよこれ。帰ってこい、帰ってこい。うまい。ナイス。気合が違うか。なんで？いやもうだって70台出したいっしょ。そろそろね、うん、感覚ゼロだけどね。翔太はこの木に当たって、うおおやば、木に当たってめっちゃいいとこあるやん。グリーン手前まで来てます。見えるかな。
こマントビ。ほんまね。あ、でかい。ああ、いや。そうだわ。感覚ねえわ。まあそれでもやっていかなきゃいけないのがゴルフ。下って、ライン全然違う。感覚がないよね。ゴルフ行かなきゃダメだな。5メートルぐらいの平らだね。あんまチョイスライス。え、うまっ。え、なに今日入った。めっちゃ入るやん。パターの感覚がめっちゃ冴えてる。倍くらいに冷めてる。いやナイスパーセーブだわ今のは。気持ちいい。超気持ちいい。ういっす。ナイスパー。ご視聴いただきありがとうございます。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。